はいどうもタクタクです。ドラゴンクエストプロローグ実況プレイやっていきたいと思います。約半月ぶりぐらいのプレイかな。確か前回はなんだっけあ、そうだ、思い出した。なんか妖精の笛だ、妖精の笛をゲットしたんだよね。それで思い出した。この下の洞窟の方に行ってちょっと体調がいるんで通れるようになってるかなっていうのをちょっと調べに行こうかな。あ、まだっぽいな。いや、もたもたして、あれ、ここじゃないのか。もたもたしている場合ではないのは分かっているんだが、どうやらここではないようだ。というわけで、じゃあ探索タイム。お、こんなところに町があるよ。ここは何でしょう。私は旅の商人です。復活の玉ありますよ。お一つ100ゴールドですが、いかがですか。復活の玉ね。フィールド上でセーブできる、何回か使うと壊れる。ほうほうほう、そういう便利なものがある。ずっと東の方に村があって、そこには温泉があるんですって。ラダトームの兵士たちもそちらに向かったそうね。あなたもぜひ一度行ってみるといいわ。ああ、なるほど、こんなとこに村があった。村じゃねえ、村かな、わかんねえな。冒険者なら松明は切らしちゃダメだぜ。はい、松明じゃあ買っとこうか。3本ぐらい。はい、あんたはダメだ。遥か昔、銀遊詩人ガライは長い旅の終わりにこの地にたどり着き、そしてこの町を作ったそうや。そうなんだ。だからここはガライの町と呼ばれているのじゃよ。私は旅の商人です。ラダトームへ行きたいのですが、どうもモンスターが怖くて決心がつきません。もうしばらくここにいようかな。護衛してあげようか。お、あー、鎖片びらとかあったんだ。あ、鉄の盾があるぞ。今何持ってないこれ。盾は川の盾だもん。ちょっと鉄の盾、これはチェックだね。ガライの墓には決して近づいてはいけませんよ。何でも魔物を呼び寄せるという盾事が一緒に入っているとか。マジか。お、タクタクか。はい、どうもタクタクです。俺はモンスターに襲われ大怪我を負ってしまった。他のみんなは南の町ドムドーラへ向かったが、その辺りは魔物がとても強い。十分に経験を積んでから向かうのが良いだろう。分かった、ありがとう。ああ、もうちょっとこっちには行けないのか。どうやら南の方に行けばいいっぽいな。ここで記録をして南の方へ向かってみよう。よし、ひたすらそれでは南に南下するぜ。ここのことなのかな。おお、バジリスクが現れた。おお、あぶねえ。なんちゅう攻撃力。おお、なんとかついた。これはむごい。魔物は引き上げていったようだが、またいつ戻ってくるかわからんな。マジで。遥か担当にメルキドという都市がある。しかしその町はゴーレムという巨大なモンスターが門番をしているらしい。なんとか入り込む方法はないものだろうか。
ジか。冷やしへ向かった捜索隊たちは無事だろうか。ローラ姫の手がかりがつかめているといいんだが、まさかここがメルキド？メルキドはもう魔物に襲われちゃっていたっていう認識でいいでしょうか。なぜドムドーラか、ドムドーラ、メルキドはゴーレムってことだ。なぜ魔物はこのドムドーラの町を襲ったのだろうか。まるで何かを探していたかのような荒らされ方だ。北の岩山には洞窟があって盗賊が住んでるって話だ。ほうほう、そいつはもう話をつけてきたぜ。わかんないな、わかんないけど、とりあえず薬草で回復しとこうか。どうしよう、この後とりあえずもっと南側に行けたりとかするかな。あ、渡れる。おお、大魔道が現れた。うお、攻撃力いいでしょ。もう一回行こう。危ねえ。どうしよう、ちょっと道具の方が早いかな。あー、ベギラまで死んでしまいましたとさ、ゲームオーバー。マジかー、強すぎだよ。またここからか。しょうがった、レベル上げしまーす。はい、はい、なんとかレベルがかなり上がったというか14になりましたね。そしてゴールドも1692ゴールドと超大金を手に入れてしまいました。そういうことで、違うな、あ、薬草買っとこうか。でも、まあ、40個ぐらい買っちゃおうか。はい、めっちゃ買っちゃった。で、違う、ここでですね、僕が欲しかった、おい、商人、どけろ、おい、商人同士話し出すんじゃない早くどけて、早く、よしよしよし。ここで、鉄の斧じゃない、鎖片びらでもない、鉄の盾を買ってしまいましょう。やった、これで、ちょっと、道具。違う。鉄の、いくら上がったこれ。6上がりましたね。これで、守備力も増え、かなり強くなったんじゃないかと。今度こそ橋の先に行けるんじゃないかと思うんで、進んでいこう。よし、なんとかまたメルキドじゃねえや、ドムドーラの村に、町に行って、この橋の前まで来ました。で、この復活の玉というやつをちょっと使ってみたいなと思うんで、ちょっと使ってみよう。冒険の書に記録しますか。はい。お、まだ壊れていない。というわけで早速こっちに渡ってみよう。よし。今度こそ、やられないと思うよ。多分。おぉ！新しい、首狩り族。こんなん出てきたっけか、ドラクエ1に。まあ、いや。うぅ、あぁ、強すぎる。ちょっとこの橋を渡るの、おぉ、こっちも出てくるのかい。ちょっとセーブ箇所間違えたんじゃないかこれ。ちょっと修行出直しとくよ。ちゃんと装備してるよね。鉄の斧、鉄の盾、鋼の鎧、革の帽子、竜の鱗、鉄の兜ってあるかしら。ちょっとこのままじゃ太刀打ちできないな。ちょっとこっち側になんかね。おお、ドラゴンフライ。ちょっとモンスターの質が違いすぎる。ちょっと修行が必要だね、修行が。またか。やばいやばい。ヒットポイントがガリガリ削られていく。薬草を使おう。こっちにもなんかないかな。あ、こっちにも橋らしいものがある。バジリスクっていうかもうなんかヘビで、ね、
いやー、ちょっと薬草いっぱい買っといてよかった。へえ、治療色違いなだけじゃん。おー、弱い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 。あ、へえ、ホイミ。マジで？でもアンデッドにホイミかけたら普通死ぬんじゃないの？っていう疑問はさておきだな。大丈夫か、こっちって。結局あれなんじゃ、首狩族とかに繋がってんじゃないの、これ行くところに。あ、ほらほらほら、治療の騎士ホイミ。やべ、攻撃力がやばいじゃん。ちょっと逃げよう。これ大丈夫か、このまま行って。絶対このまま行っちゃダメだよね。なのにもまた渡ったけど俺大丈夫か、これ本当に。毒の沼、なにこれ。ヒバ番号ですか。もうレベルが違いすぎるよ。あ、倒した。これでも渡れないよね、どう考えても。毒の沼、あっちなんかあんのかな。おー、ここで治療の騎士か。いや、ホイミうざいな。ほらー、おー、倒した。よかったー。いけるのこれ。次のレベルまで、あと200ぐらいレベル経験値積めば上がるな。ちょっとギリギリだけど耐えながら行こうか。ちょっと、あ、なんか、あ、これあれじゃん、詩人なんちゃらの箱ってやつじゃないこれ。違うのかな。あ、ほら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 、この大陸のどこかに忘れられた小島があります。もしあなたがその小島に渡る術を見つけたのなら、再びここを訪れるのです。ちょっとそんなこと言われてもだな。毒の沼感が半端ない。ちょっとどうしよう、一回薬草使おう。薬草使いつつ上に行こう。これちょっとね、無謀な。大魔道、お前はもうキラーが強い。どうだ、まだ来るか。ちょっと道具使ってる暇あるか。あー、はい、というわけで次回はレベルを1レベル2レベルぐらい上げてから再開したいと思います。というわけで、なんかいろいろありそうだよね、先に進んでいくと。というわけでまた次回ご覧ください。ではまた。